ごめんね、ごめんね、みんなちょっとボサボサ。ごめんみんな、それあれにあれに取られて、はい、ちょっと髪をねでいくよ寝起きティータンさんフォローしました、ありがとう。まっちゃんさんハート100個ありがとうございます。これでねシュッシュッてするの、トップバナナコナーってありがとう。いつも突然ルーム宣伝してる、そうだよしてるよちゃんと。でねトップバナーに乗ったんでちょっとおめかししないといけなくてそうそういつでもおめかししますよ。大事な皆さんのために、大事な皆さんに会うためにはおめかししないといけないんですじゃあ配信する前からしろよみたいなね。いやでもしてたんよ。じゃあ私のアイシャドウつけてます。私のね、部屋教えるね。まず一回濡らすんですよ。これ爆睡してた姉がさ、インスタに載せたよ、インスタなんかどっちかに、なんかに載せたよみたいな、ええーって思って、別にいいけどと思って、いや真正面でさめっちゃブサイクなやつやったらあれやけど、なんか、まあ、まあ言うてしいてこっちのなんかよくわからん角度だったけん、まあいいやと思って、ツイッターか、ヘアオイル確認しましたってありがとう。お風呂上がりのようだ、違うんだよ。今日私の寝顔を捉えた、激写されました。ええかさん、ゆかさん、ありがとうございます。はじめまして。ゆるんさん、ハート100ありがとう。なりさん、姉の名前はアミ、アミです。大谷アミです。まつげ相変わらず。まだマスカラしてないから、見ないであんまり。みっちゃんさん、ハート100ありがとう。え、まじさ、自分さ、唇めっちゃ尖ってなかった、なんか。みたいな。そうだ、ごめん。そうだった。ごめん。わあ、びっくりした。それそれ。わあ、ありがとう、嬉しい。イエーイ、頑張ってね。見て。姉がね、岩佐の姉がね、フローズンゼリー、メロンの、持ってきてくれた。やったー、嬉しい。ちょっとごめん。寝顔かわかったって、嬉しい。動画を保存しました。恥ずかしいからやめてください。スマートさん、ハート100ありがとうございます。嬉しいです。遊びに来たよ、ありがとう。こんにちは。初見さん、こんにちは。プレゼンさんの、たくやさん、こんばんは。今日もお題ありがとうございます。いえ。全然大丈夫ですよ。TikTok もね、今日あげたいなって思ってます。ちょっと、寝起きでさ、めっちゃ顔多分むくんでるからさ、よろし、そこら辺よろしく頼むよ。みんな、リナちゃん、誰やリナちゃんって、マリナや、マリナ、横が美しかったです天使の寝顔、いやー、そう、ドライヤーしてるの忘れて普通に喋ってた、ごめんごめん。でね、まず私は今日はね、下ついにしたいって思ってたんで、髪の躍動感あ、待って、ここ乾いてない、どうしよう。いや、とりあえずね、とりあえずこの状態で、尖ってたよね。こんにちはって、こんにちは。保安官さん、こんにちは。ザッキーさん、心を込めてハート100ありがとう。美味しそうだよね、美味しそう。姉もね、懐かしい。ゆういちさん、こんにちはって、こんにちは。くにちゃんさん、元気そうで何よりです。こちらこそありがとうございます。美味しそうだよね。昨日マリナ、そうなんだよ、みーちゃんだよね、やっぱり本当にもうって感じでしたね。もうまあ可愛いからいいんだけどね、声が
尖ったやつ、何なんだろうねあの口。アンナさんこんにちは、押したかん兄さんこんにちは、初見さんありがとう。噂俺の分は、うーん寝てたの、ちょっと寝てた、そうごめんね、久しぶりですね、ありがとうございます、嬉しいです。その部屋でね、もうリップなんかツヤツヤしてない、あ、あのあれ塗った、リップクリーム塗ったそういう変化に気づけるのいいね、自分でも忘れとったけどTikTok フォローしてありがとう、フェルナンドさんなんで白玉丼、あおー、え、適当適当ですTikTok の名前は白玉うどんです。多分というか、その私のインスタやってるんですけど、インスタの、ホームページというかプロフィールのところになんかハイライトってやつで、あのストーリーがね、あの結構いつでも見れるストーリーので、なんかあの URL は貼ってあるので、ぜひそこからも飛べるので見てみてください。昨日のプール楽しかった、いや昨日プール、あのね昨日ねプール泳ごうって思って場所まで行ったんだけど、めっちゃ人が多くて無理ですみたいな、だから普通に映画見ました、ショック。フォローしました、ありがとう。耳へこんでないよ、はい、夢でなんか食べてる。今アリちゃんに飽きてきた、どういうこと、君は何のアイドルだい、アイドルじゃないよ。こんにちはって、さとしさんこんにちは、ありがとう初見さん、嬉しいです。2ヶ月、そっか2ヶ月も経ったのか、びっくりです。2ヶ月以上か、ん3ヶ月とか。前髪は後でやります。このフローズンのやつはね早く食べないといけない。アマゾンに欲しいものリスト公開してよ、ええな、そんな、なんか申し訳ねえじゃん、適当だと思ってたね。白玉うどんって何なんだろうって思いながら適当になんか思い浮かんだから、これは昼配信、あっ、なんかちょうちんじゃない、なんだっけ、あのあれ、ありがとう、ちょっと後で読むね。白玉うどんってあるのかな、ね、あるのかな。コナンさん TikTok フォローしたよって、ありがとう。プレゼントまだ送れない、送るところがないけんねまだ私ね今事務所とかね入ってないので入りたいんですけどね。アイラインも引いてますな、なんかちょっと好感度狙ってますな一回褒められたからってそんな続けて言ってもあれですよいや、ありがとうございます、嬉しいです。わたくやさんフォローありがとうございます、 TikTok の通知来るんで。奈良しかさん頑張ってください、私さ頑張ってくださいってさあんまり好きじゃないんだよ、なんか一方的に頑張るみたいじゃん、一緒に頑張ろうよ、一緒に頑張ろう。初見じゃないですよ、だって初見って書いてあるんだもん。奈良しかさん一緒に頑張ろう。すごい思うんだよね自分、なんかさインスタとかのさ、あのあれなんかあの質問がさ、質問答えますみたいな感じでさやるじゃん、でそれでさなんか1000人来てくれてる、ありがとうね、嬉しいです。それでなんかさあの頑張ってくださいねみたいな、やだやだやだと思って、頑張るけど、頑張るのは頑張るんだけど一緒に頑張りたいって思う、なんか頑張ってくださいって言われるとなんかあの遠目で頑張ってるの見ますみたいな感じで私は捉えちゃうから、だから一緒に頑張りましょうとか、え今これからも応援してますとかがいい、私気にしいだからさそこら辺、えもしかして離れていっちゃうのみたいななっちゃうから。前髪がちょっと分厚くなりました、悲しいです。でちょっと切りました、ちょっとごめんね、なんかあのあんまり読めてないかも、ごめん、先だけね巻きます。日清のセンターさん、マリーナプレゼント渡せるようにしときます、
チェキもやりたいなと思ってるので、皆さんよければぜひ一緒に撮りましょう。あ、一緒にじゃないかも。やっぱコロナ的にあんまり一緒にはできないんですけど、あの話せます、話せます。私と話して楽しいかわからないけど話せます。一緒に話しましょう。風鈴の音がした今。できた。ちょっと鏡が近くいないから、この画面だけだけ確認するから、ちょっと変だったら言って。はず。あー、ごめん、ちょっと待ってね。あ、飛ばしてしまうかもしれんけん、ちゃんとコメントを拾ってもらえんかもしれん。コメント拾ってもらえんかもしれんって、何その上から目線。コロナ心配だね。ツインテール、そう、マリーナのさんの変化、わー、ヘアオイル。送り先バレないぞ。あ、そうなんだ。そうなの。え、ちょっとそこら辺考えてみるね。ありがとう。でさ、本当にコスプレちゃんとしたくてさ、だからコスプレのものとか、確かにそういうヘアオイルとか日傘とかいいのかな。なんか本当に申し訳なくならない、なんかならないかな。だってね、なんか申し訳なくならない、なんか申し訳なくならないって、なんか変な言葉だね。可愛いですか。フィルム買った方がいいって。え、でもね、あのね、どんぐらい買えばいいか分かんないけど、いつもなんかこの前だわ、90枚撮ってたんだけど、本当になんとなくツインテールの量は違う。あ、私結構ね重たいからね。でも引き先こうやりたいから今ちょっとまたつけた。コミケ出るのかって、コミケ今からできるのかな。特攻服はつく、いやー、いや、でももうあれも、もうね、本当あれで十分よ。私は本当にもうありがたいと思ってる、すごく。もうなんか、いや、どうしよう、申し訳ないと思っちゃった。一つにしとかないとたくさん来るぞ。確かにそれが嬉しいから。そうなのかな。かわいい、ありがとう。せんちゃんさん初見です、ありがとうございます。嬉しい。これでね、あ、そう、あゆみんともねコラボしたさっきもね、あの LINE 来たよ。私さ、毎日というか結構毎日来るんだけど、毎日あのあゆみんから来る LINE が嬉しい。ガチで本当に嬉しいな。もうなんかお世辞抜きで、私あんまりお世辞言いたくないからさ、本当に本当に思ったことしか言わない。オーディションなんか一応ね受けたりは受けたりというか、今あ一応あって、そう、こんぐらいじゃない？こんぐらいが可愛くない？本音でいける女女子力が上がってきてる。うん、全然マジで自分服とかわかんないからさ、服のセンスがなくて、ガチで本当にガチで。アミューズ受けてほしい、受けたい、受かるかな。私本当にね、自分に自信がなくて。書類ですよね、そう、46はもうあれだ、終わった。46さんは来てないですね。ちょっとね、毛量が多いけん。むしろ服しかわからん。いいな。そんなこと見れんとか、フレピー。いや、わからん。髪ルックス用でありがとう、嬉しい。オーディションよくやってる。え、絶対受けるわ。受ける受ける。そういうの、そこら辺みんなちょっと気になるよな。私もね、なんか、すごく、
入れたら嬉しいなって思ってて、本当に思ってる。だって私あんまりプロデュース能力がないから、自分で結構思ってて、そうキャンキャンさん、そうなかなかちょっと間に合わない気がしてきたので、もしあれ無理だったらまた違うオーディションじゃない、なんかイベントとかあったらまた言うのでよろしくお願いします。目指してるのは歌手役者、なんかね私的にね、もちろん歌も好きなんよ、大好きなんだけど、演技がやってみたいってすごく思ってるから、演技かな。なんか もしね、その役者さんとかになれたとして、あの女優さんになれたとして、でそこでもうなんか、うん、だって路線も変更できるわけだから、まだ歌とか自分全然本当にね上手くないから、だからあのもうあのそこで、そこなんだろうな、一緒にやっていきたいな歌もで皆さんに見せれるようになってから、うん、世界レベル、そんなこと言うな。チーズケーキ、ソフトクリーム食べ、チーズケーキね、人ちらほらおったよ。あ、金太鼓ね、そうボブボブか今度じゃあさ、あのあれやってみるわ、あのなんだっけ、なんちゃってボブ、これ実はマイキューの生誕祭結構生誕祭の服とか着たりしてるんだよね。アンクルージュ、嬉しい。アンクルージュってなんだっけ、高い肉のイベントあゆみ乃木坂受けると思ってた、本当顔面が追いついとらんわ。マリナ女優がいいと思う、嬉しい。ちょっと頑張ってみたいけどね、女優になろう。スポンジ使うようになった、あこれスポンジじゃない、お粉で、そこでさ、ちょっと一回さ加工のやって、え自分気になることがあったんやけどさ、クイさ加工とかでさ、これするじゃん、したらさこれ戻らんのかな、あでも若干あ、なんかここから戻るのやばい、あなんかここから加工から戻るのきついな、歯を白くなって、白くなった、あ白くなってる、じゃあ歯白くするわ、じゃあ歯だけ白くしよう、すごない、8期生、あ8期生なんだ、ねえ目を大きくして、だって目を大きく、え怖い、これ私いらないと思うんだけど、こういうのなんかさ、配信って唯一さ無加工を見れる場所だったのにさ、本当の可愛い子がわからない。私はいつも思う、コスプレとかでも思うけど、最近の人たちは、まあ私もねもちろん加工するから何とも言えないんだけど、私はちょっともうなんかその見る線からしたらね、やっぱね本当のマジの美少女を見たいわけよ。見てみ、やっぱりさ過去のさ、昔のよ、過去のあのコスプレイヤーさんとかってマジ加工なかったわけよ。その中でいただきます、その中で、あのうわこの子マジこの子かわいいってなるのがすごかったじゃん、本当の美少女だったやん、これすごく思うんだけど、いただきます。ギターやりたい、あごめんちょっとあの上に行くね、ね分かる分かる、その中で何この美少女みたいなっていう子を称えようってさなっとったやん、昔の時代は。まあ、そこまで私も昔の時代習って行ってないけど、
ね、ちょっとさ画質が荒いニコ生とかさ、そういうところで映っとる美少女が、美少女かわいいってなっとったやん。もう今みんな美少女やけんね。なんかレア感がないよね。うん、私の昔は数年前。まあでもね、自分も加工するけんなんとも言えないけどね。ごめん、そこら辺はもうごめん。そう、本当に思う。自分は無加工でも可愛い人になる。お前それを目標に頑張ってる。姉がね、姉が上に持ってきてくれたんだけど、無加工でもう嬉しい。何それ、なんかもうね、狙っていっとるわけじゃないよ。それをね、言ってもらいたくて、みたいな。まあまあ若干ちょっとあるかもしれんけど。フローズンゼリー、めっちゃ美味しい。これ本当にメロンって感じ。ちょっと高級すぎてあまりメロン食べてないんですけど。うん、わかんない。どこで売ってるんだろう。どこで売ってるんだろう。爪、ただあれだよ、ただ短いだけだよ。ただ切ってるだけ。綺麗にはしてないよ。ふうにいさん、みりさんですね。ありがとうございます。嬉しいです。俺もゼリー食べるって。美味しいよ本当に。なかなか会えなくなった今、無加工が見たいかもね。それはわかる。でも自分もね、自分も写真とか撮った時に、あ、なんかこれはちょっと漏れてないなって思った時は載せんし、なんならちょっとピッて加工をちょっと入れちゃったりしてるから。うん、瀬戸内に入った時から狂ってますか。ありがとう。うん、あれ喋りながら、あの、食べながら喋るの嫌いな人ごめんね。台湾カステラ美味しそう。食べたことない。私台湾とか行ったことなんか、あの、日本から出たことない。シーサーハート500個ありがとうございます。あ、そうだった。読みたい。シーサーハート、ハート10個、ハート5、ハート500個、ハート10個ありがとうございます。静岡のテンパーさん、うまっうまっ、ありがとう。一回ありがとうございます。シーサーハートありがとう。やべ、危ねえよ、充電するの忘れた。トムトムさんありがとう。カマちゃんさんアイスありがとうございます。ユルンさんもアイスありがとう。フーミーさんかわいいありがとう。マリナンしてますだって、ありがとうございます。でもどうせあれやろ、他の公園だったら買えとんやろ。そんなことないよね、ごめんね。はい、おちさんハート100個ありがとうございます。ザッキーさんかわいいありがとう。かまちゃんさんハート100個ありがとう。かまちゃんさんかわいいありがとう。ゆうじさん尊いありがとう。あ、しゅうさんだったんや。あの、あれありがとうね、あの金魚鉢。マックス鹿児島さん、チーアナゴありがとう。パグラダさんハート100個ありがとう。シーさんもチーアナゴありがとう。かけさん、金魚ありがとう。ザッキーさんかわいいありがとう。まーちゃんさんと、アルフォートさん、チンアナゴありがとう。 TO さんいいねありがとう。ザッキーさんハート100個ありがとう。 D3 さん金魚鉢ありがとう。 D3 さん TO さん、たくやさん、あの、チンアナゴありがとう。テンパーのたけさん、たけさん、金魚ありがとう。かわいいもありがとう。TO さん、アイス10個ありがとうございます。スマートさんハート100個ありがとう。みっちゃんさんハート100個ありがとう。 TO さんも、TO さんかわいいありがとう。
ゆるんさんもハート100個ありがとう。かわいいもありがとう。 D3 さんもチアナがありがとう。あースマートさん花束ありがとう。マチャーさんハートありがとう。 D3 さんハートありがとう。これさいつももうそういつも忘れる。下から読んだ方が絶対いいよって自分で思っとんよ。いつも忘れるよね。かまちゃんさんバレありがとう。ゆるんさんも馬ありがとう。スマートさんかわいいありがとう。ゆるんさんハート10、あハートじゃない馬10個ありがとう。高井さん、チアナがありがとう。かまちゃんさんだるまありがとう。コナンさんタツノトシゴありがとう。かまちゃんさんもだるまありがとうございます。タッキーくんさんちやながありがとう。かまちゃんさん、だるまありがとう。およねちゃんさんくまったありがとう。くまったくまったうれすぎてくまったかまちゃんさんだるまありがとうございます。いっぱいありがとうございます。あと100個とかありがとうございます。ふみさんとうといありがとう。ゆうじさんも、花ありがとうございます。コメント読めてなかったね。ありがとうございます。皆さん昔から可愛いと思ってた。ふぃ、嬉しい。みんなとりあえず可愛いでありがとうございます。トップバナーに載ってるので、ぜひ皆さん、ちょっと、まだ見たことないよっていう人はチェックしてみてください。皆さんのね、本当に頑張りがあそこに詰まっております。ありがとう、みんな。一番くじまだ手出してない、手出してないんですよ。マジムリ学園確かに奈々さんから勉強しよう。さっきさやと連絡取れてないな。寝顔漏れたん。まあまあボサボサやった。透明なのはただそうだね。たまにしかしてない。結構取れるからね。すぐに衝撃ビビビこの線引き、うん、もぐもぐ配信だね。あでももうあと一口ぐらいで終わる。ネーミーまで他の国から人の、あすごいね。すごいよね。そうだよね。うん、ごちそうさまでした。美味しかった。姉ありがとう。そして父母ありがとう。感謝の気持ちを込めて。今日はお盆ですね。別人になる。そうですね。あやっぱそうなのか。コミケ早く行きたいです。てか私はあの千葉さんに会いたい。千葉さん、千葉さん大好き。千葉さんちょ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 千葉さんちょ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 。コスプレイヤーさんがいるんですけどね。いきこさん、マリナ久しぶりで嬉しい。ありがとうございます。久しぶりに来てくださる方もいて嬉しいです。セブンって言ってました。マジか。昨日広か充電しましたよ。垢抜けてる気がする。いや全然全然。私本当にみんなね、私思うもん。外出た時とか思うもん。あの子めっちゃ垢抜けとるやんとか、あの子服かわいい、おしゃれやとか思うよ。全然私おしゃれじゃないからさ。尊いみーみーとマリナ星、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ご自身浴衣聞く。ああ、来たい。ライバーらしくなった。配信楽しいよ、本当に。ガチで心の中から言っとる。本当に浴衣配信したいね。いつにしようか。私さ、結構さ、その場でさ、やっちゃうことが多くて。でもさ、みんなからしたらさ、ちゃんと予定立ててほしいじゃん。私はちゃんと予定立てるよ。今の言葉いらんな。キャムさんこんにちは。こんにちは。ビギナーありがとう。今はね、インスタだけしてます。インスタで大谷マリナって多分調べたら出てくると思うので、ぜひ調べてみてください。2118人の方見てくれてありがとう。滑舌よくないよ。綺麗、可愛いから綺麗になってマジ自分ね、人と話さんかったらね、マジ本当にね、やばい。もう話せん。マジでもうね、話し方忘れるもんね。たまに配信時々戦闘ほんとやばい。ひわかの映画また見たいな。でめっちゃ面白いよ。マジ面白かった。今回のも、前作のも面白かったけど、ライジングも面白かったけど、私的にライジングが一番かなって思ってる。でも昨日ね、ライジングも見ながら寝落ちしようって思ってたんだけど、ライジングもうね、ダメだった。もう序盤で寝てしまって、もう内容が全然入ってない。そうすぐ忘れるけんね自分。
まあ、とりあえずなんか最後というか、なんかデク君とかっちゃんがフュージョンして、なんかすごいなんかスーパーサイジア人みたいになったっていうのを覚えてるんだけど。マジびっくりした。さやかにと連絡取れてる。あ、たまに取ってます。あ、アペパペルレッペさん、はじめまして。絶対違う。日本から、うん、こんにちは。寝顔を撮ってなさい。あ、そうしようかな。当分の、あ、当分にのにのにの美人さん、こんにちは、こんにちは。餃子パーティーは楽しめたか。え、めっちゃ楽しめた。え、もう本当にね、マジ久しぶりに会ったんですよ。で、それでなんかもうなんかバイトのところに、あのその子がバイトしてるところにご飯に行ってたんですよ、家族で。したらなんかいて、あー、何何ってなって、そうで家族ぐるみで、あ、家族、うん、家族ぐるみで結構仲良くて、お母さんとめっちゃ、あ、その子も親しかったから、そうだから、え、今度遊ぼうってなって、で、あの家に来て遊んで、で今度なんか9月入ってからなんか泊まるねみたいなことを話してる。めっちゃ楽しかった。浴衣を着る機会はないんですけどないんですけど、配信のために作ります。作りますとか、配信で予定作ります。じゃあ、出費だよ。高知さん、ありがとう。壊れた。え、うわ、クマ先行、シンさん、ありがとう。クマった、クマった、売れすぎてクマった、ありがとう。ちょっと配信者さんっぽいよね、なんかクマった、クマった、させお盆ご先祖様って、いや、ほんまにね、ほんまにほんまに生まれてよかったです。でも楽しめてるかって言われると、あんまり楽しめてない気がするから、もっと楽しみます。なんか私生活とかでね、なんだろうね、もっと、でもなんかやっぱりコロナとかもあって、あの制限があるから、そこら辺を考えると楽しめてる方なんじゃないかなって思う。そう、たまじね、自分結構ネガティブだからさ、毎朝変わってないよね、全然変わってない。火曜日火日出勤、そうなんですよ。他の日もたまにやるんで、ぜひ。はいはい、来週末浴衣配信、あ、じゃあもうかぶすか、かぶすか、ついてるかわ、いやー、嬉しい。リゼロ配信、いや、ほんまね、やったね、バンされたけど寝落ちは確定だった。うん、そうだよ、フュージョン一か、めこし将来考えたらね、うん、いや、やめて。いや、オタクはね、いいんだよ、マジで。自分ね、本当にね、思うもん、たまに自分、あ、オタクだな自分って、って思うもん、本当に思う。なんかたまに話し方がオタクになる時もあるし、そう、なんか、あ、オタク、いくら私はなんか、なんかこう隠しても多分ちょっとオタクなんだって思った、最近思った。餃子うまく包める。あ、だいぶ包める。トロちゃん、トロちゃん可愛いね。美人さん、本当に美人さん、本当に美人さんなの、トロちゃん。あのコウコちゃんの卒業の公演に来てて、うわ美人と思って、もうなんか話しかけたかって。でもなんか話しかける、みんなはさ、なんかさ、普通にさ、あのアリちゃんと一緒にいて、でなんかみんなは普通になんかこう、姉がちょくちょくコメント、マジか、ごめん、スルーしよったっていうか、コメントする、忘れ、こんにちは、皆さんこんにちは、ありがとう。香川のライブ、千穂ちゃんお帰りなさい、本当に。はじめましてって、そうないさん、ありがとう。そう、あのなんだっけ、あの違うよ、そうで来てたから話したくて、でもみんななんか普通にさ、なんか、あ、トロちゃんだみたいな、トローみたいな感じで話してるの。私はちょっとなんか、あ、どうしようみたいな、もうどうしようみたいな、え、話しか聞きたいけど私なんか話していいのかな、ええみたいななっててで、アリちゃんと一緒に、え、次行ける、え、次、あ、待て、違う、じゃあ他のメンバー来た、え、待って、あ、え、あ、ま、まだ、あ、まだ、あ、まだ、あ、まだ、まだ、まだ、みたいなそうなってて、いや、どうしようかみたいな。でも、もうみんながもう裏に入っていっとって、で、アリちゃんと一緒におって、で、ミユミ、あ、で、いや、あ、いける、今ならいけるって、行こうと思ったら、ミユミが話し始めて、どうしようと思って、もうどうしようと思って、あ、もうどうしようかなって思ったら、なんか、あの、ちょ、もう、しょうがない、行こうと思って、
つるちゃん写真撮ろうって言ったら、いいよみたいな、嬉しいと思って、そうで、なんか、いや本当にマリーナ本当に可愛い、マリーナ可愛いよって言ってくれて、あー嬉しいわーと思って美人なお姉さまに可愛いって言われたと思って嬉しかった。へへけへへけ、そうアリちゃんと人見知りだったマジで、本当に本当に止まらん止まらん、人見知りコンビでしたね。マジアリちゃんもね若干人見知りやけんね、オタクじゃんって、いやマジ本当に思う。あみーちゃんダメだよ、みーちゃんつ絶対あれするもん、へけ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 、お母さん美人やね、わお、いってら、戻りな、あっちに戻りな、あっちに戻りな、みーちゃん、はい、ね、10、あ待って、姉が17時からでしょ、うん、だったら50、55分とか50分ぐらいに上がった方がいい、ね、うん、引き続き姉をよろしく、はい、あ引き続き姉をよろしくお願いします皆さん、みーちゃんの登場、クヤって本当に、前さ自分さ皆さんにさ本当に私さ、あまちゃんさんこんにちは、こんにちは、アリちゃんってツンデレだよね、わかる、ねんつなでつすごいよね、へけけ秘密基地メンバー、いやマジ本当にね、アリちゃん、アリちゃんに、なんかアリちゃん本当に私の大事な人なので、あのあれマジ楽しんでほしいし頑張ってほしいし、なんかもっともっとアリちゃんを目の前で見たい、あマジライブ行きたい、マジライブ、ライブ、あの数年後1年後とかにあのアリちゃん7人のライブ行きたいな、そうで、アリちゃんにアタックしに行く、アリちゃん、アリちゃんって元気だよ、美人ですって毎日でもお年だからね、でも多分若かったら美人なんだろうなって思う、なんか思うもん、なんかたまにお母さんのことを、あ美人、やっぱ美人だなって思うもん、でも多分年は逆らえんやべ聞かれてたらどうしよう、あゆみも、うん、もちろん昨日匂い大丈夫だったかい？昨日匂い、匂い。なんだ？何の話だ？お姉ちゃんもショールームしてるしてる。アリちゃんが一緒になりたいのはどれでしょう？1犬、うん？アリちゃんが一緒になりたい。1犬、2お化け、3美女。マリーナさんならわかるはず。一瞬、犬。いや違う、美女だね、美女だね、絶対美女だね。3番です。お肌白くなった？嘘、あでもちょっとだけ、ごめん、みんなに言わないといけないことがある、肌加工だけちょっと入ってます、すいません。愛ちゃんの生誕祭にいたら、確かに お姉様の、大谷亜美です、亜美はカタカナ、大谷はそのまま大きい谷に、アミはひらがな、あってくしゃみでそう。はいはいはい。さすがって当たってる？そりゃそうでしょ、アリちゃんは絶対そうだもん。やべ一瞬犬って言っちゃった自分が怖い。くしゃみ助かる、どういうこと？どういうこと？くしゃみ助かるってなんだ？はい、怖い。
どういうことや。一瞬今見たよ、一瞬なんかくしゃみして数秒経った後に可愛いっていうスタンプ来たよ。クーカちゃんと同じ回答。もう運命やけんな、クーカちゃんと運命感じてるけん自分今。正解は3番、パチパチさっきのライブで MC の MC ですかでした。そりゃそうでしょ。愛ちゃんはね、あのカノンちゃんが好きやけん、モデルの上村カノンちゃん、あのなんかね、そう、芸人さんの娘さん、めっちゃ可愛いの、その子が好きなんで。あやパンのおらっしゃい、そんなそんなくしゃみしたん、あやパン知らんかった、あんな可愛い顔してね、可愛い顔してからに。あーコミケ行きたーい。あ、野々村さんだった、野々村かのんか、野々村かのんちゃんめっちゃ可愛いから。くーかちゃんの上にどんぶり、いやいやん、そんなんいやんって感じ。ダメだよダメだよ、そんなのダメですよ、そんな。あーなんで、しかも犬もなりたいこともあるって完璧でした。まあ、まず2番はないなと思ったよ。まず2番は絶対にないと思って。別にアリちゃんそんな興味ないもん、幽霊に。だからないなと思って。で、アリちゃん犬2匹飼ってるんですよ。ロニーとチャビーっていう2匹飼ってて。で、犬アリちゃんめっちゃ好きなんですよ。私でも私よりはね、あの、多分劣ってると思うんですけど。私のマジインスタのね、あの、なんかあの検索っていうか、なんかだいたい見とるやつが流れてくるやつが、私犬とカンナちゃんとアニメしかおらんないけ。翔太さん初見です、ありがとうございます。ぜひポチッとなしてください、フォローフォロー。姉ちゃんイベントしてる、あイベントしてるしてる、コミケずっと満員電車の状態です、あはずっとこの後ね、そうなんだろうね、どうなんだろうね、私も行きたい本当に。コミケ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 、だるま100個くまっぴーさんありがとう、さすが秘書、イエーイ。マリナは何になりたい、もちろん3番ですよ、もちろん3番になって、私は写真をいっぱい撮りまくります、ます。なぜ犬好きマウントほんまに急に上から目線に、いやもう、ま、マウント取りまくりでしょ、そんなもうアリちゃんちにもうなんならあの3日続けて泊まったことあるし、アリちゃんとユニバだって行ったことあるし、アリちゃんとお風呂だって入ったことあるし、うん、ハートさんこんにちは、こんにちは。そうなんだよね、あもしかしてもっと七位のマリナ正解正解、おめでとうさん、コミケ勝てねえ勝てねえだろ、お風呂は強い変態かお前ら1800人近くありがとうございます、あもう姉についてこ、もうレイヤーさんになりたいけど、マジ本当にね、そんなもうそれ多いって感じ本当に。でもコスプレして自分さ、でも本当にコスプレのイベント出たいと思ってて、なんかねもう普通にあの普通に本当にもうマジオタクの気持ち的にあのそのでもう結構前にもめっちゃ何回もさっきも言ったんだけど、あのコスプレイヤーさんに千葉さんっていう人がいて、千葉さんがあのなんかもしかしたら10月の10日の10の日に呼ばれた気がしたって、あ呼んだ、うん、そう日にあのあれあれその千葉さんとだるまさん姉妹でやってるんですけど、その2人がもしかしたらあのなんとかカンカンなんとかみたいな感じのに出るかもみたいな話をしてて、だから私も出たいと思って、私は私はね、あもう私はじゃあもう、あもうじゃあマイキーも好きなんで、じゃあもう私はもうあの佐野エマちゃん役であの出たら、もしかしたらもういろんなマイキーと写真を撮れるんじゃないかなって思って、私はそれで行きたいなと思ってます。
どうみんな、くーかちゃんお風呂入ったことない、自分で作ったり仲間、そういやでも私は多分買うかな、10月じゃない、 10月そう渡す、そう渡す、いやもうあれです、もうさすがにかつらです下心丸出し、いや別にいいじゃん、いいじゃん別に、なんならマイキーをやってる人にあのおんぶしてもらって、あのおんぶしてもらって、私がちょっとぐったりになってるのにとってもいいし、ま、注意書き、そういうシーンがあって、そう千葉さん、千葉ラブ千葉、ラブ千葉なの私は。お姫様抱っこ、お姫様抱っこのシーンはなかったかも、でもされたい、マイキー、もうマジ千葉さん あいつ伝えたい、千葉さん関西の方なんですよね、そうみんなマイキーのコスプレみんなマジ本当にやばいから、もうやばいから、千葉で褒めよ、千葉の人いるのかな、もほもさんこんにちは、こんにちは千葉さん、千葉さんを姫様抱っこしたい、マジで本当にね、マジショタが似合うんすよ、それな人さんに、いやもうねやべえよ、一番好きなコスプレは、全然自分コスプレとかもまず全然初心者だからさ、メイクとかもほとんど分かんないしさ、だからそこでコスプレ仲間を作りたいけど作れるか分からない、あの手がマイキーの名言って言ってたよ、わあ、頑張ってください、あ、頑張ってくださいじゃないでしょう、一緒に頑張ろうショタしか勝たん嘘やめて嘘だよやめて、嘘だよ、千葉さんもだ、お姫様抱っこしてる、マリン様抱っこしてる、ダメよ、やめて私たち二人の空間なんだからやめて、久しぶりに配信ごめん、こんな配信でいいの、あ、そう、あ、そう50分になった、じゃあ55分になったら終わるので、ダメだから、ショタが好きなんですか、うーん、なんだろう、とかでもまず千葉さんがするショタが好きです、いや普通にね似合ってるの、マジで本当に結構あのちっちゃい、あのお背がちっちゃいから、その千葉さん自体何センチだ、いや何センチか公表してないんだ、何センチ、なんか年齢と身長公表してないらしいんですけど、そうマジ可愛くて、私はどっちかっていうと千葉さんはあのまあ女性の方なんですけど、結構男性のキャラクター、まあそれこそだからショタだったりする役をあのコスプレしてることが多くて、私はどっちかっていうとやっぱ女の子よりあの男の子をやってる千葉さんが一番好きですっていう感じ、あーショタの千葉さんに壁ドンされたいと、もうそんなこと言ったらもう、幸せ、死んでもいい、いやそんなこと言っちゃいけん、お世辞でも言っちゃいけんよ、いやでも本当に思うかも、炭治郎とかどうですか、いやそれはそれは妄想すなっていやー
ね。はいはいって感じですよ。そうどうしてる。千葉さんに押されたらもう。一緒に住むかも。一緒に住む、はい、一緒に住みます。千葉さんと住みます、一緒に。はい、マリーナが千葉さん。 VTuber さんはあまり見ないんですよね。そう、翔太なんですけど。それはびっくり。壁ドンからのは動きで一頃ですよ。一頃ですよ、そんなのもう。そんなのもう一頃ですよ、もう。マジで。そんな、もう、さ、あれ、もうなんかもう、いや、天国にそのまま、もう、あ、この時点でもう、もう、こっからもう、私のあの、頭のなんかあの、なんか魂がポンって抜ける。はい、ってな感じでですね。まあ、こんなちょっと、あの、オタクチックの話は、ちょっと、あの、置いといて、16位から発表します。16位、みっちゃんさん、ありがとうございます。15位ステックさん、ありがとうございます。14位マックス加護下さん、ありがとうございます。やっぱ前髪分厚いかな、ちょっと迷ってる。13位かまちゃんさん、ありがとうございます。12位おちさん、ありがとうございます。11位ザッキーさん、ありがとうございます。10位まーちゃんさん、ありがとうございます。9位しゅうさん、ありがとうございます。8位ゆるんさん、ありがとうございます。7位ヨネちゃんさん、ありがとうございます。6位スマットさん、ありがとうございます。5位 D3 さん、ありがとうございます。4位 C さん、ありがとうございます。3位ふうみさん、ありがとうございます。2位かまちゃんさん、ありがとうございます。なんと1位は TO さんです。ありがとうございます。イエーイ、ラブチ。はい、てな感じで今日はここら辺で終わりたいと思います。また多分あのいずれ多分ね、もしかしたら多分次は日曜日の予定になってるんですけども、あ違う、今日、あ次は月曜日、あ火曜日の予定になってるんですけど、多分もしかしたらもうなしに多分まあすると思うんで、また多分火曜日前にも、もしかしたらまあ前に持ってたら月曜日だけになるんですけど、あーでもどうなんだろう、できないかもしれない。まあでもとりあえず皆さん待っててください。はい、次は火曜日なんですけど、もしかしたら急遽するかもしれないので、その時はインスタと、あ10分前やばい、インスタか、あれです、そのこの配信の時間帯のやつに予約に入れておくので、皆さんぜひチェックしてください。はい、ってな感じで、そうトップバナーもあるし早めにしたいと思います。もしかしたら多分明日夕方するかもしれないし、ぜひ見てください。夜するかもしれないし、はい、ってな感じで、あのこのあと17時からはね、姉の大谷亜美のイベント配信があるので、ぜひ皆さん、見てくださると嬉しいです。皆さんコメントも、たくさんのコメント、たくさんの種、たくさんの、ギフトたちも、本当に50カウントも皆さんありがとうございました。ちょっと読めなかった方もいるとは思うんですけど、また、フォローして、またあの通知来て、あの配信見てコメントどんどんしてください。絶対読むんで、はい、ってな感じで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。バイバイ、See you! じゃんけんぽい、今日はチョキでした。フォローしましたって、ダイハさんありがとうね。また見てね、もう終わっちゃうから、ありがとう。 See you!